さあ、おっとこちらにはお疲れ様です。お疲れ様です。徳田さんに来ていただきました。はい。さあ徳田さん、はい、あのビートライブチーム小江戸ルークが、おお小江戸くん、そう去年エボジャパンで当たりましたね。当たったんだ。しかもなんと鉄拳というタイトルで当たるという、マジでバーチャの超強豪っすよね。そう、なんかあの俺が知ってる小江戸は結構もう若い超強いバーチャ勢みたいな感じで、はい、結構天才系のそう、そうでした、うん、僕がバーチャ4やってた高校生の時とかに、うん、まあ同世代ぐらいで、同世代なんじゃないかな小江戸、1個違いとかだと思いますけどね。ちなみに時戸さんチームは順調ですか？勝ちました。かなり盛り上がってましたよね。盛り上がってましたね。超聞こえてきましたよ。あのうちはチームメイトがここから参加してるんで。そうですね。超強いっすよね。強いっす。いるだけで水波とマチャがいる。で、あと2人はアレルさんのおじさん2人ですよ、いつも。え？優勝受け負い人。あ、サコ持ち？サコ持ち。チャリティーといえばみたいな。おまあ本人に言わせるとね、誘う人がいないから人任せにするといつも強い人に組まされるみたいな。今回はでも秋木さんの方からサコさん指導なんじゃないの、なんなら秋木さんが誘われたっしょ。あだからちやっとるな姉さん、トパンガの傭兵をくれと。もう我々ですよ、あの光の選手を倒すのあそうですね、そうなんですよ。今回どんなチーム組んでもあの光の選手のためには必要だみたいなね。そうなんです、そういう雰囲気出てるんで。一応マチャゴ選手はもう JP 狩りのマチャとして、あ確かにそこまで持ってきますから。あなんかあのさっきゴーちゃん率いるあのサイクロプスチーム、はいはい、ベティちゃんが一人で全滅させたという怪情報があった。マジで、うん、エータとゴイチをもう倒したっていうことですか。すごっ。弟子企画で集まった人たちを、あ弟子企画、え、ゴイチ自体はそこにはいないんですか。います。あいますよね、そうですよね、はい、すごっ。あのピンクが食ったらしいですよ。心なしかなんかでもあれでしょうね、うん、石井プロがちょっと嬉しそうに多分確かにね、そう確かにね、マジだそうです。あ、へー、はい、あ、そうか、倉持と一緒のチームですね。なんかにゃんぴちゃんとかあの辺女性チームで出てきてるね、うん、なるほど、まあ、すごいチームがね、600チームも出てますからね、うん、ねえ、どうですか運営の方は今のところね、まだ和やかな感じというかみんな穏やかな顔で実際は若干にゃんぴさんだけちょっと、うん、ピリついてると、そう、うん、もう早くやっちゃってみたいな感じで、うん、あ伝説 SP さん、伝説 SP さん、俺大会で当たったわ。バーチャの方なんですね、うん、ポイント高かったっす。2100とかじゃないですか。マジで2200目指すって、うん、もう俺じゃんお前は俺かっていうか剣、うん、まあ、自虐じゃないんですけど、はい、マジでマスター落ちの恐怖と戦ってます、はい、マスター落ちの恐怖、レジェンドレジェンドから、はい、レジェンドって500位までしか入れないじゃないですか。あそうかそうか、マスターに落ちちゃうから、あ360位とかまで行って。でも動画見ましたよ、剣使ってる理由なんか。ああ見ました見ましたよ、見てますよ。ああいうね、いろんな要素が噛み合って、はい、我々頑張ってるといういやだって最強だと思って使ってるっていうそこが大事みたいな話じゃなかった。いやだから最強だと思ってます。ああもちろんね、ここはね、はい、キャラパワーと最強っていうのはまた別の話だっていう、まあ、そうね、ちゃんと見ました。いや見ました。まあだから今すぐ最強であるかどうかっていう話ではない、ね、まあまあそういうことです。それはもちろん分かってます。いやボンさん眺める動画最高でしょ。あれね、うん、あれね、あれやっぱりみんなが待ってる感じ。ちょっとでもボン昨日とかもなんかやったら警戒してるっぽいんだよあのそう、あんまり好評になると意識されても困るからね。いや取りだめといてやればよかった、ここぐらい。確かにね。さあ来ましたね、おさくさん、うん、ちょうどモニターの合間から表情見れます。あいいですね。いやこれね昔、はいはい、なんかねこれ言っちゃっていいのかな。どうぞ。ゲマビ悪人説っていうのいやもうタイトルからしてヤバそうさしかないんですけど、まあただですよ、お祭りっすよゲマビ悪人説っていうのが出てて、説なんで悪人じゃない前提ですからね。そう悪人じゃない前提なんですけど、うん、前提ですよ、はい、ゲマビと対戦するときに、まあ、横とかで対戦するじゃないですか。でなんかそのゲマビの今の奥さんがこうやってその
応援してるんですよ、こうやって。そうします。ここの大会に勝たないとみたいな、うん、その奥さんがちょうど、うん、モニターとモニターの間から対戦相手のプレイヤーに見えるようになんかいるっていうか、なんか配置されてるんじゃないか説が。それはあれですね、個人の主観がね十二分に入ってるんで、なんとも検証しにくいんですけど、ただ時田さんの主観に入ったんですね。僕もそのそれを言われてやってみたら、確かにこれちょっと見えるかもみたいなので、まことしやかにその説が流れてた時期がある。ああ、なるほど。まあまあまあ。気遊、気遊。気遊ですよ。それは気遊ですよ。いい方なんで。そう。すごい実だとね。あ、ヘッドセット外した。ちょっと一回外して、こういう感じだね。お。気になるマジで。さ、選手。うん。こういう感じ。めちゃめちゃ気になる。こういう感じだったから、ジュリアナさん。あのゲマビの奥さん。そう。ちょうど見えるぐらいのところに、ね、作が勝って、これ対照戦ですか。いや、唐揚げ戦士、うん、お、高木ブランカー初戦5立てしてるんだ、強。まだ1ヶ月ぐらいらしいですけどね、モダンブランカで。もともと何かのゲームはやってた方なんですよね。ストリーマーの方で、もともとのゲーム何なんだろう。あの達也が教えてた、ハイタニファミリーの、そう、ハイタニ一門から今回多分あぶれた、エイペックス、フォートナイト、あ、フォトナ、へぇ、18歳、すご、高校生ストリーマー、へぇ、うん、おぉ、うまいー。さあ、追記しっかり、うまいー、いやー、モダンの、見てたー、いやー、素晴らしいですねー、この辺をね、もう、アドリブと反応で、まあ、返しちゃうのがセンスというところでしょうか。まあでも FPS の反応とかっていうのは、このモダンのねワンボタンでこれが来たらこれ押してっていうのだと結構出るかもしれないですよね。ああそうですね、うん、やっぱね反応が求められる度合いが高いと聞いてますので、うん、やっぱ若いプレイヤーは本当になんかすごい機動力が高いというか、攻めまくりますよね。そうですね、まあ、しかもなんかワンボタンとかうまく使ってとっさの守りもできるみたいな、エンディングウォーカーとか、あのレオ君とか、はい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 、すごい速い展開をうまくみんな作ってるから、通称リーガーで、リーガーが来ますからね。トリメシ、そしてナウマン、うん、ナウマンじゃなくてナウマン、ナウマンです。ガイルとガイルみたいな感じですか。あれってどっちなんですかね。ガイルです、ガイル、普通にガイル。あれでも思ったんですよ、あの業界用語かと思ったら、あのインテリントネーション、はい、バイソンってバイソンじゃないですか。バイソン、でもバイソン戦をやるってバイソン戦、確かに、なんか対策をするときはイントネーション変わるんですよ。あ、だからやり込んでる人ほど多分イントネーション変わる方に慣れていって、ガチ勢ほどイントネーション違う。バイソン戦って言わないですよ。バイソン戦とは言わない、ガイル戦とも言わないですよ。ガイル戦とも言わないですよ。